外国人の英語の先生にこう尋ねられました。What is your hobby?Hobby は趣味って意味だね。What is 何々で、何々は何ですかって意味なので、あなたの趣味は何ですかって意味です。My hobby is baseball。私の趣味はベースボール、野球ですっていうふうに答えました。そうすると外国人の先生が、実は生徒の何人かと週末野球をしてるんやけど、一緒にやらへんかみたいな。こんな関西弁で聞けへんけど、 そういう風に誘ってくれたよね。ま、でも、野球を見るのは、テレビで見るのは好きなんやけど、あんまちょっとやるのは苦手でしたくないなと。なので、I watch baseball.I don't play baseball. 私は野球を見るけどせえへんよと。っていう風に答えたら先生も分かってくれたと。ま、でももうちょっと、いろんな言い方、できるようになりたいね。例えば、私の趣味は野球を見ることですっていう風に言ってあげれば、もうちょっと話、スムーズに行ったかもしれん。 これ、英語でじゃあどう言ったらいいか。私の趣味は野球ですわ。my hobby is baseball やったよね。この文の、ベースボールの部分。この部分を、野球を見ること。野球を見ることっていうのにしたよね。野球を見る、テレビで見る場合は watch を使ったらいいので watch baseball. にしたらいいんかなーっていう感じなんやけど、これは実はダメです。この文はダメです。my hobby is watch baseball この文では動詞が2つ出てきてしまってるね。この is と watch2 つとも動詞です。is は b e 動詞で watch は一般動詞です。このよういう風に動詞が2つあると文の形がぐちゃぐちゃになっちゃうよね。じゃあどうしたらいいか。この部分は watch baseball 野球を見るっていうのを野球を見ること。 っていう風に変えてあげたらいいよね。どうしたらいいか。簡単です。to をつけてあげてください。to watch baseball これで野球を見ることって意味になります。野球を見ることっていうまとまりになるので、これはどっちらかというと名詞のようなまとまりになるよね。 これはもう動詞です。watch baseball. 野球を見ること。to をつければ名詞のようなまとまりにできると。なのでこの B 動詞の後に続けてあげることができます。my hobby is to watch baseball. 私の趣味は野球を見ることですと。こういう風うに動詞の前に to を置いてあげると、何々することっていう名詞のまとまりにすることができる。ちょっといろいろ例文を作りながら見ていこうか。 この上の黒い文字で書かれてたん。これは動作が入ってるね。play baseball 野球をすること、study English 英語を勉強すること、study upload ア Ab ブ o a d はこれ外国って意味です。なので、留学することやね。watch TV テレビを見るゴーショッピング買い物する go to bed early 早く寝るやね。で、それはどういうことかっていうのをここに書いています。fun は楽しい。important これはちょっと難しいかな。大切なって意味です。difficult 難しい easy 簡単。 で、ここでは主語動詞が続いています。I want 何々が欲しいって意味ね。I like 何々が好きです。私は何々が好きです。My hobby さっき出てきた私の趣味やね。で、この上の単語と下の単語をうまく組み合わせて文を作ってあげてみてください。例えば、My hobby is play baseball これはあかんねんな。なんでかっていうと動詞動詞になってるから。 My hobby is to play baseball. 野球をすることっていうまとまりを作ってあげないといけません。で、これちょっと変えられへんけど、ここおもちゃん。my hobby is to play baseball. 私の趣味は野球をすることです。こういうにして組み合わせる文をどんどん作っていこう。例えば何もいいで、何文やね自分の好きな文を作ってください。じゃあ、こうしようか。study English 英語を勉強することは、 何がいいやろ楽しいにしようか。そんなことないわっていう声が聞こえてきたけど、英語を勉強することはなので、ここにビデをしていただけだよいね。study English is fun。ただ、これだと動詞がそのまんま二つあるので、英語を勉強することに背中でね。ことにするときは、to を入れてください。ちょっとこっちとずれちゃったけど、これでここの部分が、to study English、英語を勉強することって意味になるので、 文ができましたよと。to study English is fun. 英語を勉強することは fun。楽しいです。じゃあ次はちょっと違う形を見てみようか。これで言ってみよう。私は何々が好きです。何が好きか。テレビ見るの好きです。ここにしてみようか。I like watch TV。これやったらダメね。like と watch どっちも動詞です。なので、この watch TV。ここの部分をテレビを見ることを見せなあかんから、 I like to watch TV. これでケ、OK、ーですよと。私はテレビを見ることが好きですと。同じようにして、I want 私は欲しいです。何が欲しいか。うん、これにしようか。study abroad 留学するのが欲しい。留学したいって意味になるんやね。で、これも study 動詞が入っている。動詞動詞はダメなので、留学することにしてあげてください。I want study abroad. 私は留学がしたい。何々したいってよく使うよね。これをぜひ覚えておいてください。I want to の形。です、これあと好きな組み合わせを作ってくれたらいいです。ま、ゴーショッピングで言ってみようか。ゴーショッピング、買い物をすること。もう最初からことにしとこうか。to go shopping、買い物をすることは、なんとかなんとかです。状態を表すので B 同士を使おう。to go shopping is、どれがいい まあ、ちょっと個人的にディフィカルトかな。買い物することは難しいです。もうめんどくさいよね。人多いとこに行くの。to go shopping is difficult. 買い物に行くことは難しいです。まあ、楽しい人も、ファンな人もいると思います。to go shopping is fun。どっちでもいいで自分の好きな組み合わせをやってみてください。これは言えるよね。早く寝ること。to go to bed.Arry is important. important はどういう意味だったかっていうと、大切ってことでね。早く寝ることは大切です。ちょっとイージー余っちゃったけど、人によってはこのイージー使った人いるかもしれません。例えば、to study English is easy みたいな。英語を勉強することは簡単ですとか。もしくは、これまでね。to go shopping is fun。こういうにして、to 何々の形で、動詞の部分を何々することっていう風に、名詞の形に変えて、文の中で使ってあげることができるよね。 で、実は、ここでやった、to なんちゃらっていう形です。to、動詞の形やね。で、ここの動詞、実は絶対原型じゃないとあかんよ。過去形とか三人称の s とか ing とかつけたらダメです。to のトゥー、to 足す動詞の原型。この形のことを、不定詞って言います。定はこれ定まるって読めるね。訓読みした。風は何にしないって読めるのです、定まらない言葉ってこという意味です。 不定詞って言います。で、この不定詞には実は何々すること以外にもいろんな意味をつけることができるよね。すごい便利です。それちょっと見てみると、まず一つ目は名詞的用法。このややこしい言葉はどうでも何にすることってやつです。Okay. 名詞の役割をしているから名詞的用法やねな。my hobby is to watch baseball. 私の趣味は野球を見ることです。これはさっきやったよね。こういうふうに とぅと動詞の原型、もともとの形で何々することっていう名詞のまとまりを作る役割がこの名詞的用募です。で、こういうふうに不定詞っていうのは役割が定まらないよね。形容詞の役割をしたり、副詞の役割もしたりします。なので、役割が定まらない。どんどん変わっていくので、定まらない言葉、不定詞っていうふうに言いますと。OK? で、ここからはこの不定詞、すごい便利な表現なので、何々することと合わせて、形容詞的用法での意味、副詞的用法での意味、この二つを確認していきたいと思います。